いやちょっとやばいって、やばいって聞いてよ聞いてよ聞いてよみんな、いや聞いてよ、いや本当にあのさ、ほら飲むフルル冷麺ドリンクタイプ、いやこれ革命ですよ、いやこれ革命ですって。だってこれ缶ジュースだよ、で缶ジュースの中に冷麺が入ってる、これって革命だと思うんですよ。うん、もうなんというか、あのいやここまで来たかって、いや飲料メーカーもここまで来たかと、ええ、あいやま あ, あの手軽にねこうやってあのこうやってあの飲める腹にあ溜まるそういうものがあのようやく出たかというふうに思っているんですよ。いやそんでさ、あれあれいや、なんで潰れてんだよ、もう。ふざけんなよ。いや、もう、せっかく買ったのにさ、この、あの、缶が潰れてるのと潰れてないので、だいぶ差があるよ。なんで潰れてんの？おかしいでしょ。いや、まあ、そういうのはまあ、どうでもよくて。だからさ、いや、だからよ。飲むフルル冷麺ドリンクタイプ、だからこの中に冷麺が入っているわけだよ。まあちょっとあのまあ伊藤園なんだけど、伊藤園とあと新ラーメンのメーカーだねの共同商品だね、うん、まあいろいろ入ってますよ。コチュジャンとかも入ってますよ。これあの、うん、すごいね、うん、だからちょっと飲んでこうかなって思います。飲んでこう。じゃあプルタブ開けますよ、せーの。あのこの黒いやつはあのハンマーで叩いた血豆ですじゃあ飲んできます。酸っぱい、あなんか寒気鳥肌立ってきた。うあちょっと辛いかもしれない。なんか酸っぱくて辛いちょっとコチュジャン風味のする水。まだ冷麺に到達してない。あれ？いや、おかしい。あれ？ちょっと一気に飲んでみます。あれ？麺入っとらんやないかい。麺入ってないよ。なんで？これあの、なんだろう、あの、工場ラインのミスかな？これあの、液体だけ入れた後に最後あの、麺をインするのか？で、そのインする、過程を、ちょっとミスってはしょってしまった感じか。これちょっと待って、よく見てみるわ。伊藤園だろ、で飲むフルル冷麺ドリンクタイプすっきりうま辛、いや正直美味しくはなかった。麺卵などの具材は入って出ません。いやなんじゃこれ。字がちっ
ちゃいよー。なこれ、え、なに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 、え、なにこれ、あの、冷麺の汁だけを入れて販売、これ130円もしたよ。これ130円もして、しかも味も全然美味しくなかったよ。マジで水。マジで水。酸っぱくて辛くてコチュジャン風味のちょっとする水。これマジで、もう本当に。今ね、なんか隣で農作業してる人がすげえ声響くのよ。で、俺なんかよくわかんないことめっちゃ言ってたじゃん。聞こえちゃったんじゃないかなって思って、ちょっと今俺我に返ってるんだけど、これどうしようか。すげえ我に返ってる。今すごい我に返ってる。これピンポン押されないかな。うん、これ飲んでなんか文句言おうとしたんだけど、いや、なんか今すごい、あの、これうるさいとか言われる？さすがにないでしょう。だってまだこれ夜8時くらいよ。大丈夫だよね。8時にもなってないんじゃないか。やっぱ変人がいるって思われるか、これ。やばいな。まずいっすよ。